日向坂46斉藤京子が3日に放送されたテレビ朝日系キョコロヒー毎週月曜夜11時45分に出演。ステージ後に渡されたお笑い芸人ヒコロヒーの手紙に斉藤が戸惑う場面があった。斉藤の新センター就任が発表されるライブに番組でお祝いをしようとスタッフが駆けつけた映像が流された。ステージ終了後にスタッフからセンター発表について聞かれると、本当に光栄なのと、この場所に立たせていただくのは本当に、いつも応援してくださっているファンの皆さんのおかげだと思っているんでと感謝の気持ちを伝えていた。ヒコロヒーからメッセージを預かっていると手紙を手渡された斉藤は文字を見て、本当にヒコロヒーさんだと感動、嬉しい、ありがとうございますと早速手紙を読み始めた。手紙には、京子へ、名古屋コンサートお疲れ様でした。名古屋といえば、織田信長ですが、京子は、織田信長について知っていることありますか？私は草履を温められることが好きな男ということを、知っていますと書いてあり、思わず、え、これ何ですか？と聞いてしまう斉藤。え、これ書くために手紙書いてくださったんですか？これ私に来るために名古屋まで来たんですか？え、なんでですか？と、驚きと疑問が、次々と湧き上がっていた。斉藤京子、ヒコロヒーにクレーム。ヒコロヒーから手紙をもらった斉藤は、自分で言うのは、あれなんですけど、礼儀正しめな人なので、お礼の連絡とかは欠かさずするんですけど、押し入れの中に、入ってると明かした。ヒコロヒーは、失礼やろ、織田信長知らんのに、名古屋の地踏むのと、手紙の理由を伝えていた。